シーザンフェリペ・ミラン・ファベーラは、アメリカ合衆国のドッグトレーナー、テレビ番組のエグゼクティブプロデューサー、メキシコのクリアン出身のメキシコ系アメリカ人、カリフォルニア州サンタクラリタ在住、1969年、メキシコの農場に生まれる。市役権として働く、犬の群れと暮らしているうちに自然と犬の扱いになれ、ザ・ドッグボーイを意味する、エル・ペレロと呼ばれた。 13歳の時に柔道大会に行く途上である大きな胸像の前に立ちいつの日か世界一のドッグトレーナーになると実母の前で宣言した21歳の時に英語が増えてなまま米国に密入国はじめは犬の美容室で働き多くの攻撃的な犬を扱う後に犬の訓練所を創設続いて2002年ロサンゼルス市南部に 大型犬を主に扱うドッグサイコロジーセンターと呼ばれる2ーカーの施設を作った。その後2009年ドッグサイコロジーセンターはさらに広い土地を求めてロサンゼルス郡サンタクラリタに引っ越す。ミランはレッドゾーンの問題犬を次々と訓練する。次第に手腕を認められ著名人の飼う犬たちの問題を解決し一躍有名になった。 例えば、ジェイラ・ピンケット・スミスが最初のクライアントであり、支持者である。2000年に正式な居住者になり、2009年に米国市民となる。妻のイルージョンと1994年に結婚し、2人の息子、アンドレとカルビンを授かる。2010年に離婚。犬をリハビリし、飼い主を訓練すると述べ、問題件の原因のほとんどは、 飼い主の行動と発するエネルギーにあるとする。飼い主が穏やかで毅然としたエネルギーで犬を扱えば、犬は穏やかで従順になると主張する。飼い主が恐怖、興奮、心配、弱気、イライラ、怒りといったマイナスの精神状態で接すると、犬は飼い主を群れのリーダーとはみなさないのだという。十分な運動をさせて、犬のエネルギーを発散させ、明確なルール。 境界、制限を定め、それを実践し、犬が穏やかで従順である時に飲み愛情を与えるように飼い主を指導する。問題犬の飼い主は、犬の運動と規律が不足する中で愛情を与えることが多いが、飼い主が犬を満足させるために必要なものはまず、運動、規律、それから愛情であり、その順序とバランスが大事だという。ザ・カリスマドッグトレーナー犬の気持ちわかりますわ。 アメリカで2002年から2012年まで放映されたナショナルジオグラフィックチャンネルの番組である。110カ国以上で放送され、米国では週1100万人が視聴した。シリーズはシーズン10まであり、再放送の視聴率も高い。1時間番組でおおむね3案件を扱う。2010年当時、米国では第7シーズンに突入し、 シリーズ合計131のエピソードを放映。日本国内では CS 放送ナショナルジオグラフィックチャンネルなどで字幕版が放映されているが日本語版 DVD は未発売。ミランがトレーニングした多くの犬のうちの一頭であるダティはアメリカンピットブルテリアで彼の TV 番組シリーズのザ・カリスマドッグトレーナー犬の気持ちわかりますにミランの助手としてたびたび出演した。 ダディは、穏やかな気象や、小さい犬への寛容さ、共感能力の大きさがあり、問題犬への対処方法を熟知した犬として、知られていた。彼、ダディは、ミランの右腕として、問題犬のリハビリを助け2010年2月、16歳で、この世を去る。ミランはダディが亡くなる2年前に、ダディの後継者を探した。近所の友人の下で、 ブルーのピットブルが8匹の子犬を産んだので、車にダディを乗せて訪ねた。ミランはその中から、頭が大きく色の美しい子犬を選んで、ダディに見せたが、ダディはうなり声を出した。次に、別の子犬ジュニアを見せると、ダディは子犬に鼻をくっつけて、匂いを嗅いだ。そして、尻尾を振りながらさっさと車に乗り込んだ。子犬はダディについていった。こうして、 だで自身が後継者ジュニアを選ぶことになった。9あなたが犬をリハビリし、飼い主を訓練し、撮影終了した後でも、問題が解決しない場合は、A。その犬に、責任はありません。セザール・ミラン。2006インタビュー。ありがとうございます。